2016年ゼロトレーダーにおいて、日本一から世界一になったバイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。現在ゼロトレーダーは FX 統一となっています。2017年も2位という成績で、世界2位という成績になっておりますけどね。現在 FX 統一投資となっています。今回ね、ハイアンドローの試運転ということで、いろいろ法規とかですね、会社の規則なんかもちょっと勉強させてもらいながら、投資する準備中でございます。ライブでもちょっと試験で投資したり、ほとんどデモで、投資しております。今こちら3台でね、投資しております。15分15分1時間のバイナリーオプションの、デモですね、で投資してます。ここはね、完全自動売買は禁止となっておりまして、そこでですね、途中で自動売買ですか、音声指示でですね、通貨国と上か下かを知らせて、これで、マウスで投資するということに、され、対します。今のようにですね、シグナルを音声女の人が教えて、くれるので、デモでは自動売買を動かしてますけれども、ライブでは禁止なんで、音声指示から投資するということになっています。それからこのハイアンドロー社の規則は、委託投資は禁止となっています。委託というのは、人の口座とか、会社で、共同して投資するとかいうことは、委託として扱われてですね、言うなれば自分の口座は自分でしか投資ができないということになっています。人の口座 にでですね、利益を出してあげるとかいうことは委託となりまして、違法となりますので、口座が停止されます。多くね、委託してる稼げる人がね、1000万円以上稼ぐと、投資金額は抑えられてしまうんで、委託としてですね、投資して、いる方が結構たくさんいらっしゃるんですけど、全部違法です。違法というか規則違反で、口座が全部停止処分となります。自分の口座でしか、自分でしか投資できないということですね。ハイアンドロー社も、他のバイナリーオプションもほとんどそうですね。人の口座をね、に投資することは、委託取引ということで、停止処分となります。ちょうどね、1000万円か1500万ぐらい稼ぐと、投資数が抑えられるんですけれども、それはもうしょうがないですね。ここは5000ぐらいマックスということでしか投資できなくなります。ですので、それ以上稼ぐことはハイアンドロー社の方ではできません。ですから個人で稼ぐ、会社で稼ぐこともできません。違法になりますしね。委託として合同でやることになりますから、委託になってしまうんで、禁止となってますので、大勢やってらっしゃる方いらっしゃいますけれども、 YouTuber でも相当やってらっしゃるけど、全部停止処分、見つかると停止処分となってしまいます。そこら辺ね、注意してください。他のね、会社の、バイナリーオプションを利用されると、
そういう問題はなくなりますけども、そうする必要がございます。一つの会社では一つしか稼ぐことはできませんので、口座一つしか作ることできませんし、それでしか稼ぐことはできません。それで1500万以上稼ぐと抑えられてしまいますけども、大きくそれから稼ぐことは もうできなくなりますのでね。それに 注意してください。ここでは5000ぐらいに抑えられて、それ以上投資できなくなっちゃいますけど、それで稼ぐことしかできませんのでね。ぜひね、法規、そのこのハイアンドロー社の法規を守ってください。で、全部これデモなんですけど、私の方ね、いろんな方法で投資をしておりまして、デモでは自動売買で動かしてます。ライブでは自動売買禁止ですのでね、音声指示をコンピューターからもらってシグナル作ってましてね、それを伝えて、それから投資をするということを取っております。で、これ全部デモ講座ですのでね、これ自動売買です。ね、デモですので、違法になりません。ライブでは違法になりますからね、ぜひね、注意してください。で、ここに書いてますけども、ツールでね、ハイアンドロー、括弧 15M の、ね、デモで自動売買すると書いてますでしょ。そのモードでやってます、動かしてます。で、あと自動売買禁止じゃないとこもございますから、そういうところでは自動売買でも、バイナルオプション OK なとこありますから、そこで自動売買してください。私がバイナルオプションスペシャリストになったとこは OK でした。どうもありがとうございました。ほうき、ぜひいた